今週は番組を機能中からおじいちゃんおばあちゃんのチンプレイコープレイというテーマでメールをいただいてきました。ご紹介しましょう、はい、うん、そういきますね。高知県高知市、うん、土佐県人間さん、はい、うちのおじいちゃんは音楽を聴くときわざわざ資料を読んでから演歌を流す。すごい、へー、ハイテク、ハイテク、使いこなしてますね。資料使います。うん、会話をします。どういうことでしょうか。ヘイシリ、今日はこんなことがあったんだよ、どう思うみたいな。え、それどうやって書いてくるの。あ、でもすみません、よくわかりませんって。あ、よかったよかった。なんか会話が成立したらちょっとやっぱ怖い話かなってちょっと思っちゃって。ちょっと怖くなっちゃった今一瞬で。いや、でもわかんないでくれて嬉しいです私は。あ、やっぱそういうなんか言いたいだけっていうか。そうです、君はわかんなくていいんだよ、明るい世界だけ見つめてなって言って寝ます。ちょっと闇しか感じないんですけど大丈夫ですか。全然大したことじゃないです。あんまいいんですけど、全然洗濯物にティッシュ入れっぱなしにしたぐらいです。ちょっと今握手したいぐらい。奥にいるけど。私本当にね、2日前ぐらいにやったの。あ、本当ですか。そうやりますよね。開けた瞬間絶望よね。私、乃木坂入ったばっかの一人暮らし始まったばっかの時は、うん、ボールペンめちゃくちゃ入れっぱなしで、どうして、レッスンでそのメモを書いて、なるほどね、ズボンに入れっぱなしにして、いつももう全部真っ黒みたいな。あー、泣きました。泣くー。まあ今となってはね、それも克服しつつ、はい、続けまして東京都キャスケさんからです、はい、以前出かける際に当時75歳ぐらいの祖父の車を借りたら、うん、エンジンをかけるなり大きめの音量でラップスライムが流れ出した。お、すごいね、あ、リップスライムですね。だったんです。すごいね、リップスライム。なんかいいですね、あ、明るいというか。大丈夫ですか。車とかは乗ります。車ですか。実家とか、ね、あ、実家でですか。うん、まあ、お母さんが運転するんで乗ります。でも私も免許取りたいです。あ、いいですよ、持ってると。欲しい。もうそう、オープンカーで地元を走りたいです。いやいや、めちゃめちゃやばいやつじゃん。ヘイタヌキって。だって大丈夫かなこの子。いいですか、いいですか。続きまして、はい、お、あれ、あら、消えちゃった。はい、大阪市のスプできるさん。あ、以上だって。あ、なんと以上でした。じゃあね、スプさん今度で。はい、ということで、それではここで一曲、はい、あ、お知らせですね。すいません、はい、お知らせさせてください。はい、